今回もご視聴いただきありがとうございます。ご要望をいただきましたので、前回の続きで、横井翔一さんのサバイバル極意書からお届けします。なお背景の映像は6月に撮影した猿の旅の様子なので、横井翔一さんのストーリーとは無関係です。あらかじめご了承ください。横井翔一さんは、戦時中、グアム島でアメリカ兵から逃げ隠れ、戦争が終わったことを知らずに1944年から28年間、サバイバル生活をされました。戦争当時の横井さんの行動については賛否両論があり、人によって評価が分かれるようですが、今回もその点はさておき、素晴らしいサバイバルノウハウとしてご紹介します。残念ながらこの本は現在は絶版で、再版の予定もないそうなので、横井さんが、どうやってグアム島の山奥に隠れて、日々の食料を得ながら、生き延びることができたかについて、印象深いエピソードを抜粋してご紹介しています。私が横井翔一です。グアムから帰ってきて、日本の空港に着いた時、恥ずかしながら帰ってきました、と挨拶したことで、一気に有名になりました。日本に戻ってきた後で、ビーパルという雑誌の編集者の方から依頼を受けて、グアム島での生活について、いろいろお話しした内容を一冊の本にまとめていただきました。その中で、今回は、私が、水、について語った部分をご紹介します。28年ぶりに生水を飲んだ。まずかった。人間が生きていくのに一番なくてはならないのは、空気と食料と水だろう。その中でも水は貴重だ。食料を失った時など、いつも私の支えになった言葉は、水さえ飲んでいれば、10日は生きられる、だった。子供の頃に父親がよくそう言っていた。だから食料がなくても、ともかく水さえあればなんとかなると思っていた。そういう意味から言っても、水は貴重だ。私は随分ひどい目にあったと思うが、幸いなことに水には恵まれていた。好みや魚が取れなくて、食料に困った時だって、水と空気だけはたっぷりあった。だから砂漠やなんかに放り出された兵隊みたいに、喉が渇いて死にそうだったってことはなかったよ。水には、いつも助けられてきた。ただしグアム島にいた28年間、生水をごくりと飲むようなことは一度もなかった。時々、白湯を飲むぐらいで、あとはヤシの実のコプラを飲んだ。あれは、戦時中ブドウ糖の代わりに注射液にしたくらいだから、菌の心配がないってことを知ってたからね。日本の水を思い切り飲みたい。そう思った頃もあったけど、いつの間にかそんなことは忘れてしまった。日本に帰ってきて、病院に入った時、28年ぶりに水を飲んだよ。まずかった。薬臭くって感激なんてなかった。昔はあんなもんじゃなかった。それ以来、あまり、水を飲むってことはしなくなっちゃったんだ。グアムってところは、水は豊富だった。川はあるし、地下を1メートルも掘ると水が出た。タロフォフォ川の上流のジャングルにたどり着くまでに、あっちこっちと住処が変わったが、いつも近くに水があるところに住処を決めた。穴を掘る話は、また後で詳しくお話しするが、水ということで言えば、なくて困ったことはなかったが、ありすぎて悩まされたことはたびたびだった。あの島は、12月から5月が乾季、6月から11月までが雨季になる。何度も穴蔵を掘ったが、雨季になって大雨が降るたびに、穴の中は水だらけになってひどい目に何度もあったね。大体どこでも水は手に入ったが、特に竹やぶの下は、水が豊富にあった。最後に落ち着いた穴蔵は、この竹やぶの中に掘った。その穴蔵のそばには、小川も流れていたし、好きな時に水を汲んでこられた。そんな時は、周囲に生えている竹で作った水筒を使った。太めの竹を2節分切って、1節ずつがちょうどタンクになるようにする。小さな穴を開けて、そこに木を削って栓にした。これなら、だいたい水が2升ぐらい入るんだ。こうして汲んできた水は、沸かして飲んだり、ソテツの実を粉にしたものを団子にするのに使った。そして、川がそばにあるのは、心が休まる。
川というのも私を生かしてくれた。近くの小川には夜星明かりの中を水浴に出かけた。穴蔵の中にじっとしているのはたまらなく暑い。湿気はあるし、三日も火を焚かないでいるとそこら中に真っ白いカビが生えてくるほどだった。夜は蒸し暑かった。だから日に三度も四度も水浴びに行った。これが私の健康を守ってくれたんだ。そんなつもりで毎晩川に行ったわけではなかったが、毎日の水浴のおかげで私は皮膚病にならずに済んだ。あの皮膚病というのは辛いんだよ。消耗するんだ。鬱陶しいこともあって参っちゃうんだ。そういう意味では川は私の健康にとってなくてはならないものだった。それに川の流れというのはいいもんだ。そばに川が流れているというだけで何か心が休まるようなところがある。水の流れる音がくじけそうになるときや弱気になったときに随分慰めてくれた。川はいいもんだ。水が手に入るし、また川は足跡を消してくれる。解体した動物の血を流してくれるし、蘇鉄や毒ガマの毒も流してくれた。そしてジャングルと共に川は食料を与えてくれた。川からはエビとウナギが取れたんだ。あそこの川は洪水になってひどい目に遭うこともなかったし、私にとってはタロフォフォ川は本当に頼りになる味方だった。横井さん、ありがとうございました。視聴者の皆さんは、キャンプ用の水の確保はどのようになさっていますか？有料のキャンプ場だと水道が引いてあるので安心ですが、野営地だったり、山小屋だったり、飲用の水道がない場合もあると思います。猿も過去の動画で雨水をろ過して飲んでみたりしてますが、自分で飲み水を作るのは、少し勇気がいります。キャンプ用や防災用の浄水器なども上手に使って、川の上流などで飲み水を作られる方も結構いらっしゃるかもしれません。視聴者の皆さんの中で、もし何か水に関するノウハウや、ご感想があれば、ぜひコメントで教えてください。お待ちしています。また猿が編集した横井さんのストーリーに誤りがあったり、お気づきの点がございましたら、コメントで他の視聴者さんに共有いただけると幸いです。引き続き横井翔一さんのストーリーから猿が印象深かったくだりをピックアップしていきますので、ご興味あれば、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。また、この動画に興味を感じてみていただけるような方は大変貴重なので、再生回数は非常に少ないと思いますが、横井翔一さんの手記自体が、サバイバルノウハウとして価値がある内容なので、猿に可能な範囲で続けていきたいと思います。なお、名古屋にある横井翔一記念館は現在休館中のようで、ホームページに記載がある電話番号にかけても、現在使われておりません、とアナウンスが流れます。もし視聴者さんの中で、横井翔一記念館について何かご存知の方がおられましたらコメントで教えていただけると幸いです。それでは、次回もお楽しみに。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。から雨が降ってしまったな。